それではですね、まだ遅れていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、時間もありますので、この辺りで、始めたいと思います。改めまして皆さんもこんばんは。平越応援コミュニティ第1回ギャザリングへようこそお越しくださいました。どうもありがとうございます。私はですね、このギャザリング第1回から第4回までのナビゲーターを務めます、世田谷まちづくりバンド運営委員をしています、水谷恵里と言います。どうぞよろしくお願いいたします。実はギャザリング のスタートにあたってですね、告知広報の関係から Facebook をすでに始めています。Facebook 上でですね、合計6回かな、コメントを投げさせていただいていますので、実際に顔を見るのは初めてでも、 Facebook 上ではもしかしたら私の写真を見ている方がいらっしゃるかもしれません。今日はですね、金曜日の夜にもかかわらず、お忙しい中ギャザリングに足を運んでいただきまして、とてもとても嬉しく思っています。で、ちょっとね、雨の予報があったので、心配はしていたんですけれども、場所がすごく良くてですね、皆さんきっと雨に濡れずにいらっしゃったんじゃないかなというふうに思ってます。で、私の方からはこの後の進行の説明をしますけれども、その前にですね、世田谷まちづくりファンド運営委員長の土井さんから、ご挨拶を申し上げたいと思います。では土井さんお願いします。こんばんは。今日はありがとうございます。私は土肥と申します。世田谷まちづくりファンドっていうのの運営委員長をやってるんですけども、この世田谷まちづくりファンドの今運営委員会があって、その運営委員が10人おるんですね。で、このまちづくりファンドっていうのは20年前にできまして、約この20年間で302のグループに毎年まちづくりの助成をしてきてます。で、総額で1億5000万程度今まで助成してきたそうです。で、あとそれでですね、ところがこの20年の輝かしい歴史もですね、もともとこの小雪信託っていう仕組み、簡単にちょっと説明しないといけないんですけども、世田谷まちづくりファンドの場合は 80% ぐらいが世田谷区の出身です。で、あと 20% 弱が市民の募金でできてですね。で、この金を公益のために銀行が信託しまして、その銀行が、銀行は受託者というんです。で、お金を出している世田谷区としている公社、今の町のまちづくりですけれども、これが委託者というの。で、そこで助成を受けるグループが受益者というふうになるんですけれども、どこに助成をすべきかとか、いくらくらいすべきかを考えるのが運営委員会、我々の仕事なんですね。で、ところがこの今、1億5000万ぐらい助成してきて、今1億2000万ぐらいあるんですけれども、これはですね、これまで区が毎年400万とか500万とかお金入れてくれてたんですけど、3年ぐらい前に止まっちゃったんですね。だから今持ってる1億2000万ぐらいがこれからだんだんなくなっていって、まあほっといても10年後ぐらいだったんです。で、だけどこのまま力がなくなっていっていいのかっていうのは、現運営委員会の運営員の10名ぐらいでずっと話し合ってきたことなんですね。で、このギャザリングは、その運営員の中でも特に水谷さん、それから全運営委員会の運営員の市川さんが、我々と話しながらですが、中心になってやってくれるものです。今日それ初めてなんですけれども、すごく画期的だと思うのは、これまで助成する団体のことは僕ら考えてたんですけども、その周りの町づくりをする人たちを応援しようっていう、そういうコミュニティ、生態系って言うんですけども、まちづくりをする人を支える生態系を作ろうっていうのが水谷さんたちの
アイデアなんですね。でこれは極めて画期的で、本当にそうなったらいいなと。で、まちづくりファンドがだんだん教育信託が分からなくなって、最後はなくなるんですけども、その時に、今から僕らが仕掛けて、皆さんも一緒に、その生態系が動き出すとですね、そのお金がなくなっても、新しい形でお金を募りながら、まちづくりを続けていける、まちづくりを応援していける、そういうふうになりたいというのが、今の運営員の、考えです。で、それでですね、ちょっとそういう意味では、この銀行さんというのは結構重要なプレイヤーでして、まちづくりファンドね、こうやって信託の。銀行さんも、銀行さんからちょっとはっきりこれだけは言っといてくれというのがありましてですね、ちょっと読みますね。公益信託は公益事業の一形態ですが、信託契約であるため、公共財団と違い、公益信託には、公益財団とは違い、公益信託に法人格はありません。一般に基金やファンドと呼ばれますが、その運営者は受託者である信託銀行であり、公益信託において基金とは誰のことかというと、受託者、信託銀行を指すこととなります。ファンドとして行うこととは、公益信託の範囲で受託者、信託銀行が行うことを意味し、その内容は資金支援を行うことに限られ、ファンド自らが主体となって何かの事業を行うことはできません。運営委員会は受託者、信託銀行が主に公益信託の助成先の選考のため、専門家に対してボランティアで就任を委嘱している運営委員で構成されるもので、いわば任意団体的な存在です。今回の女性団体のサポートを行う応援コミュニティを立ち上げようという動きは、公益信託の運営委員会としての任務範囲を超えて将来の世田谷のまちづくりを担える団体を創出していくために運営委員の方が集まって発案されたもので、ファンドとして行うこととは別の独自の企画になります。受託者信託銀行は公益信託ではできない伴走型支援による多面的なサポートを行う今回の動きを歓迎していますし賛成していますが、応援コミュニティの活動に対してファンドとして何か保証することはできません。応援コミュニティの活動には公益信託としてのファンドの枠組みを超えたファンドへの外部協力者という立場でご参加いただくことになります。なんか非常にややこしいことですけども、これどうしてもやっぱ読まなきゃいけないということで、仕組みは、本当にお湯っていうかな、でも銀行さんとしてはここまでがまちづくりファンドですよと、でここでやってることはその外側なんですよと。でも非常に重要なことは、本来ならもう面倒さくてやめてくれって言われてもおかしくないんだけど、三井信託さんだったり、三井住友信託のこの担当者の方は非常にこれを応援してくれてるんですね、心では。でぜひやってくださいと言ってくれてます。ですので本当に皆さんと一緒にこれがこの4回の今日1回目ですけども、ギャザリングが成功して世田谷区に新しいマスづくりを応援するコミュニティ、世代系が生まれて育っていくといいなと、僕もその一部に加われたら大変嬉しいと思っています。最後になりますが、この場をお貸し、っていうかな、使わせていただいている、カタリスト場の方に感謝申し上げます。ありがとうございます。そして長くなりましたけど、今日は一緒に楽しみましょう。どうもありがとうございました。土井先生ありがとうございました。それではですね、私の方から、今日の進め方の話をまず、説明したいと思います。じゃあ照明をちょっと切り替えていただけますか。いたかな、なってます。いたんです。はい。今日の流れなんですけれども、私がですね、これから、皆さんとご一緒をする時間をですね、ちょっと、ブロックに分けて説明をしたいと思います。まず最初にですね、私の方から10分ぐらいでですね、ショートプレゼンテーションをしたいと思います。
このショートプレゼンテーションの中身は何かと言いますと、このギャザリングはですね、これから世田谷まちづくりファンドで始めようとしている新しい部門に向けて、その前段階で あのギャザリングの場になっているわけなんですけれども、現段階でその新部門っていうのが、私たちの中でどんなイメージなのかということをまずお伝えをしたいと思います。そのための10分間です。その後ですね、キーノートスピーチとして、ソーシャルベンチャーパフォーマンス東京の岡本さんにお話をいただきます。今日この場を持った意味はですね、もちろんゲストの方のお話を聞いて学びを得たいということもありますし、私自身もそういうふうな気持ちももちろんあるんですけれども、それと同時にですね、世田谷まちづくりファンドの支援部門のこれからについて皆さんと一緒に考えるというそういうところがですね、一番大きな目的になっていますので、まず私の方からの10分の、ショートプレゼンテーションで、後々キーノートスピーチでお話しいただく内容をですね、世田谷でどうまちづくりに生かしていけるのか、皆さんご自身が、私の話を聞きながら、水谷がこういうことを言っていたからそれを生かすとすれば世田谷ではこんな風にできるよねとか、世田谷だったらこんな展開が考えられるかなとか、そんなことをちょっと思い浮かべながらですね、キーノートスピーチを聞いていただければいいかなと思います。で、キーノートスピーチは全体で30分お話をいただきます。テーマは伴走型支援とプロボノです。でその後バズセッションっていうふうに呼んでいるんですけれども、今日はですね、たくさん の非常に、面白い所属を持たれた方に来ていただきますので、もちろんゲストの話を聞くっていうのとか私からの話を聞くっていうのもプラスにはなるようにしたいと思ってるんですけれども、それ以上に同じ区内で働き暮らしている方たちと出会いの場になればいいかなと思っていますので、まず横のつながりを、物理的にですね、隣同士の人と話していただいて、つながりをまず作っていただく糸口にしてもらえばいいかなと思います。そんなわけで、まずセッションというのを準備しています。その後3つのテーマに合わせてですね、フロアでのセッションというのをしていきたいと思います。これが1時間ぐらいあります。で最後に、ラップアップをして、交流会の前にですね、ショートコメントの記入っていうのをしたいなというふうに思っています。ショートコメントを、皆さんにですね、プロッキーを持っていただきまして、今日を得た気づきとか、感じたことをですね、一言でコメントを書いていただくような、そんな仕組みをしたいというふうに思っていますので、ぜひご協力をいただければなというふうに思います。記入した用紙は回収いたします。で、このフロアの中に貼り出しをしたいというふうに思いますし、使えなければ記念写真も撮りたいなと思っていますので、ぜひどんなコメント書こうかなっていうふうに考えながら、今日のこの時間を過ごしていただければいいかなというふうに思います。はい、そのところでまず大丈夫でしょうか。はい、それではですね、ショートプレゼンテーション世田谷まちづくりファンド新部門について、お話を引き続き私の方からさせていただきます。新部門はですね、なぜ作ろうと思ったのか、新部門の検討開始に至る問題意識をですね、まず説明をしたいと思います。なぜ私たち運営委員会が世田谷まちづくりファンドで新しい部門を作りたいと思っているか、4つに分けて説明をします。まず1つ目はですね、私たち世田谷まちづくりファンド助成事業の中で、20年先の世田谷のまちづくりを支える担い手と、出会えているだろうか、支えられているだろうか、こういう問題意識が1つ目にあります。世田谷まちづくりファンドはすでに20年の歴史を持っています。非常に豊かな歴史があって、でそこで得られたさまざまな経験や蓄積が今の世田谷のまちづくりを底支えしているということは本当に明らかなことではないかなというふうに思います。と同時に、じゃあこれから先20年を考えるときに、その20年先の担い手を応援していけるような世田谷まちづくりファンドになっているだろうか、そんな問題意識を持っています。で2点目、チャレンジャーを応援する土壌づくり、コミュニティづくりができているか。私たち世田谷まちづくりファンド運営委員会は毎年助成先を選
行して、女性作曲決定をするそ の, あのプロセスに関わっていく立場なわけですけれども、でも女性をして、女性お金がつけば、活動が成功するとは、まあ、限らないわけですよね。で実際に街づくりをこう前に進めていくためにはその中でいろんなこうプロセスがあるはずで、でも、そのチャレンジャー、こう新しいことやってみたいとか自分の力をこういうふうに生かしたいって思ってくださっている方たちを、まあ、街づくりファンドがですね応援するようなそんな土壌プラットフォームをちゃんと作れているだろうかというそんな問題意識が2番目あります。で3番目は、グッドプラクティスやロールモデルを作れているか広げられているかということです。でそれぞれ街づくりの活動にはいろんな段階がありますし、それから目標があります。何が良くて何がダメっていうことは絶対ない世界だというふうに思うんですね。で、そういう前提を持ちながら、その上で、私たち新部門を考えるときにはですね、20年先の世田谷を支える街づくり団体、ああこんな団体が成長していったら、自分たちもああいうふうになりたいなっていうふうに思ってくれる人が出てくるとかですね、そういうふうに女性団体の全体のこう目線を上に上げていきたい、今やっている活動で、まあ、その中でこう完結するのではなくて周りを見渡しながら、成長していく団体を見ながら、あ自分もああいう風になりたいな、自分もああいう風にこう成長していきたいなって思っていけるようなロールモデルを、私たちが、一緒にこう作っていきながら、そしてその、方たちの活動を共有して、まあ、学んでいくっていうそういうことをしていく、そんな必要があるんじゃないかというふうに思っています。で4番目は、世田谷まちづくりファンドの歴史が積み重ねた蓄積を共有しこれからのまちづくりに生かせているかという点です。20年の歴史短くはありません。でもその蓄積を共有してこれからのまちづくりの担い手、新しい担い手たちにそれをパスできているのかと、1年1年の女性を見ていくのが、まちづくりファンドの仕事なのだろうかと、その先のこう長い蓄積を、区内で共有していく、そんなことができないか、そんな気持ちが、あります。新部門のコンセプトです。2つ、説明したいと思います。 Facebook のポストにも実は挙げた内容なんですが、新しい部門のコンセプトを大事にしたいこととして、きらぼし応援コミュニティという言葉があります。でこのギャザリングがですね、まさにきらぼし応援コミュニティギャザリングなわけですけれども、意図するところはですね、世田谷でキラッと光る街づくりのグループを応援したいということが1点目。これからの世田谷の街づくりのシンボルとなるようなキラキラした人や組織をしっかり応援していきたい、そんなことを思っています。それから挑戦する人を応援する温かい場所をですね、世田谷の中で一つのコミュニティとして作っていきたい、そんな気持ちを持っています。誰かこうやりたいっていう人がいて、その人だけが頑張るのではなくて、その頑張っている人をみんなで応援する、そういうコミュニティ作りをしていきたいというふうに思います。それと同時に、先ほどロールモデルとか、それから、まあ、目線を上げるっていう言い方をしましたけれども、キラッと光る、まあ、星のような存在がですねあることで、まあ、自分もああいうふうになりたいとか、自分もその応援コミュニティの中に入って成長したいとか、そういうふうに考えてくれる街づくり団体が増えてくるといいなというふうに思いますし、このきら星はですね、自分がこう光っておしまいなのではなくって、自分がこうキラキラ光ることで周りもこう照らしていくような、こう独善的にこう自分だけが成長していくっていうキラ星ではなくって、その存在があることで地域の他の団体にも波及効果が生まれるような、そんな応援コミュニティを作っていきたいなというふうに思っています。もう一つはこれからの20年です。世田谷まちづくりファンドが築いてきた20年の歴史、でもその先にある20年を考えたときに、その先の20年をしっかり支えていけるまちづくり団体を私たちは応援していきたい。20年の歴史をリスペクトして財産を活用しながらまちづくり団体の支援のあり方を考えていきたい。今までの20年をこう
忘れてしまうのではなくて、その蓄積と歴史の蓄積と先人たちの知恵ネットワークをお借りしながらきらぼしをみんなで応援していくというそういう場作りをしたいなというふうに思っています。そういう意味ではこう採択団体だけではなくて州にとっても刺激となる場作りをしたいというふうに思っていますし、こうクオリティスタンダードを上げていくようなことをしていきたいと思います。そのためには何が必要か、私たちが考えているのはこう応援するそのプロセスを共有していくことだというふうに思います。こういうのってそのプロセスの中に学びがあるんだと思うんですよね。結果だけ見ていてもこう学ぶことはないとは言いませんけれども少なくて、やっぱりそのトライ&エラーの中でみんなが学び合っていくというそのプロセスを大切にしながら進めていきたいというふうに思っています。新部門はですね、いつ開始するのか、何団体採択するのか、いくらお渡しするのかということは決まっていません。ですので、これはこの4回のギャザリングを踏まえて皆さんの意見を聞きながら考えていきたいというふうに思っています。すべて現時点案ですので、内容は変更される可能性があるということを前提にお話を聞いていただければと思います。でポイントはですね2点あります。1点目はプロボノによる伴走型支援の実施です。女性先に対して活動の成長を後押しするようなそんな、応援コミュニティを作りたいと思います。で伴走型支援については岡本さんから後ほど詳しくお話をいただきたいというふうに思います。プロボノについても同様です。で伴走者のことを私たちメンターと暫定的に呼んでいます。メンターは区内外からプロボノを募りたいというふうに思います。で実際の支援はですね女性先1件に対して、3人ぐらいかなと思っているんですが複数で支援をしていくような形ですね。でチームビルディングは運営側が考えるということを想定しています。でポイント2応援コミュニティの立ち上げです。で団体がいてそれを応援する少人数の人がいてその人たちが頑張るということではなくてその頑張っている人を応援する人をさらに応援するコミュニティを作っていくということをしていきたいと思います。そういう意味では、広がりのあるコミュニティを目指しているということですね。で応援コミュニティに登録した人はサポートメンバーっていうふうに呼んでますがその方たちに対しては先ほど言いましたプロセスの共有ということをしたいというふうに思いますし、スポット的に協力を仰ぐこともしていきたいなというふうに思います。共有していく場作りを行うということですね。新部門の具体的な姿としてはこんな感じですね。応援のコミュニティ、そういうのって必要だよね。自分もなんかあれば力を貸したいなっていう応援コミュニティがまずあって、でその中から実際の採択先に対して、支援者がいると、そんな感じです。別に3つ採択しますって言ってるわけではないですからね。単なる図の問題です。メンターの役割はこんな感じですね。採択団体の自立を尊重しながらこう成長を支援する、上から目線で支援するんじゃなくて、自立性を尊重しながら、成長力を刺激するということや、それから団体の課題と地域の課題と両方知っていく必要があると思うので、協力しながら現状を理解しながら協力して、じゃあその次どんなことをやったらもっと活動が広がっていくのか、もっとたくさんの人を支えられるのか助けられるのかということを考えていくような、そんな存在であっていただきたいと思いますし、それから、採択団体の活動がですね世田谷の他の活動とこうつながっていくことがこうエネルギーになっていくんだということを理解してですね、その団体だけを見ているのではなくて周囲の世田谷の他の団体あるいは地域の状況をこう踏まえながら、支援をしていく、そんな存在であっていただきたいななんてことをメンターの役割としては考えています。審査はですねこれも案ですのでこういうふうにやりますというわけではないんですけれども、やっぱりこういうのって支援する先にも本気になっていただいて支援する人にも本気になっていただいて、でそれがあって初めてお金をつける意味があるというふうに思っているので、一発でこうプレゼンして終わりということではなくて、一次審査と二次審査の間に実際のチームアップを行って、この段階で支援を少しして
で、その支援の状況を見ながら実際の金額をつけるかどうなのかとか考えると、そんなことをしていきたいなというふうに思っています。いかがですか、新部門。いやー、これ私たちですね、実は半年以上ですね、今日来ていただいている岡本さんもそうですけれども、ギャザリングに来ていただくゲストの方のところに回ったり、あるいは私もそうですけれども、他のメンバーもですね、こういったハンズオン支援とか伴走型支援なんて言い方しますけれども、そういうのをやった経験があるものが、何人か中にいるものですから、そういうものの知恵を寄せ集めてですね、寄せながら一番いい姿は何だろうってことを試行錯誤して考えてきています。で、これが一番いい回答だというふうにも思っていなくって、そういう意味では皆さんのご意見ご反応をぜひ寄せていただきたいと思ってこの場を作っているんですが、形のまだこうないもので、さらに言えば形を作ったとしても正解のないものだというふうに思うので、作りながら考えながらやっていくということになるんじゃないかなというふうに思っていますし、そういう、こう柔軟性のある組織部門にしていきたいというふうに思っているので、ぜひ皆さんにはですね、自分がメンターだったらどんなことしたいかなとか、応援コミュニティに入ったらどんなことできるかなとか、あるいは応援コミュニティに入るかどうか判断するためにはこんなことをもうちょっと教えてほしいなとか、そういうことも含めてですね、自分がこう当事者になったつもりで、今日の話を聞いていただきたいな、なんていうふうに思います。はい、私の話が長くなりましたけれども、それではこの後ですね、岡本さんにキーノートスピーチをしていただこうというふうに思います。ちょっと設定しますので、お待ちくださいね。それではですね、今日の、ゲストをご紹介したいと思います。ソーシャルベンチャーパートナーズ東京代表理事の岡本さんです。皆様拍手でお迎えください。岡本さんとはですね、多分最初に会ったのは7年ぐらい前なんじゃないかな、6年ぐらいかな、ね、そんな感じだと思います。その当時は、ソーシャルセクターにはいらっしゃらなかったと思うんですが、ね、そうですね、ですけれども華麗なる転身をされてですね、はい、今やソーシャルセクターにはなくてはならない人材です。私もいつも熊本さんからいろいろ学ばせていただいているんですけれども、世田谷という場でこういう仕組みを作るために何をしていたらいいのかと、まず SVP さんに話を聞きたいというふうに思いまして、今日はお忙しい中お願いをしました。じゃあ岡本さん30分間ということで、ちょっと短くて恐縮なんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんもう一度拍手でお願いします。皆さんこんばんは。私 SVP 東京の岡本と申します。今回ですね、このギャザリングの非常に重要なこの第1回をですね、応接使ってですね、私ちょっとかなりドキドキしていてですね、Facebook のコミュニティを拝見しているとですね、参加される方が増えていくんですよね。それがですね、最初は参加する人少なかったらどうしようという思いでドキドキして見ていたんですけど、30名超えたあたりから逆にまたプレッシャーがあってですね、これなんか逆に多いなみたいな感じになってきたわけなんですが、本当に今日足元悪い中ですね、このように7時から集まっていただいてたことがまず非常に嬉しいなと思います。これからですね、30分間ということでお時間いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、行きますか。あら、ちょっと待ってくださいね。なぜ
ではですね、皆さんですね、私のちょっとセッティングミスがあってですね、いきなりドタバタしてしまって恐縮なんですが、まず最初にですね、皆さん今日なんで参加したのかという部分を、伺わせていただけたらなと思っておりまして、それを伺った上でですね、私のお話をさせていただきたいなと思っています。先ほどの石谷さんからのお話も踏まえてですね、ちょっと最初に恐縮なんですが、周りの方とですね、2、3人ぐらい、まあ、3人ずつぐらいですかね、グループになっていただきまして、まあ、今日こういう目的で来たんだよみたいなこととかをですね、お話しいただいてもよろしいでしょうか。私の30分のうち多分もう 2,3 分過ぎてると思うんですけど、その中さらに2分ですね、こちらの授業でやりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いらっしゃいますよね。今の質問共感するっていう方手を挙げて、お、結構いる。了解いたしました。ではですね、なるべくちょっと私話が長いとよく怒られるので、話を短めにしながらもそういうところをお話ししていただきたいと思います。小原さん、どうもありがとうございました。はい、
では早速あのお話をですね、私一回やる。ここはあの今ちょうど終わったところでして、はい。本日ですね、私がお話しさせていただくのは SVP 東京というですね、組織が何をやっているのかということについてお話しさせていただく中で、伴走型の支援ですとか、あとあのプロボノということについてお話しさせていただきたいというふうに思っています。でプロボノというのはですね、私そこの説明のプロではないんですが、分かりやすく言うとですね、まあ、プロフェッショナル、分かりやすくてボランティアではあるんです。ただあの語源がですね、確かラテン語の、なんかプロボノカブリコっていう名前、あ、それこそ小川さんがその辺ご専門ですよね。小川さん、ちょっと僕の代わりにご説明よろしいですか。はい、では今小川さん言われたとおり、プロボノとはラテン語でして、公共善のために、公共の性のために活動することになりました。で、職業上のスキルや知識を生かして社会貢献活動、ボランティア活動をする行為、あるいはその人のことを指します。はい、以上です。ありがとうございます。小川さんはまさにあのいろんな場でですね、プロボノを実践されている方で、もうかれこれ、小川さんとも5年ぐらい、ね、知り合ってから時間が経っているんですが、まさにあのこういう方がまあここにあのいらっしゃっているのは非常にあの楽しいなと思っています。で、ですね、我々なんですが、ソーシャルベンチャーパートナーズ東京という名前をですね、訳してあの SVP 東京というふうに、名乗っております。で、まさにですね、創業メンバーの一人の影山さんがですね、そこの後ろにいらっしゃるのか、先ほどが実はすごいプレッシャーで、なんか何か監視をされているようなですね、なんかボスが来てるみたいな感じになっているんですが、ちょっと影山さんのことをあまり見ないようにしてお話をしていこうと思っているんですけど、まさにあの影山さんとですね、前代表の井上秀樹という人間がですね、アメリカの、方でですね、まあ、この仕組みは素晴らしいということで、日本に、持ってきたものになっています。で、実はですね、今から説明するこの仕組みが今ちょっと世界中に広がりつつありまして、アメリカだとあの30地域ぐらいですね、あの例えばシアトルから始まったんですが、今はあのシカゴですとかいろんなところにも行ってまして、実は中国とかインドのバンガロールとか、今後はヨーロッパにも広がっていくというような、あのそういったものになっています。で、ちょうどですね、その昨年なんかこのインターナショナルのセッションでですね、あのこういったあのインターナショナル の代表が集まるセッションに僕も、登壇させてもらったんですが、この時僕だけ安直を読むみたいなあの感じではあったんですけど、まあ、とにかく本当にあのいろんなですね、今世界中でこの伴走型支援というものが広がっていっていると、いうことが言えるのかなというふうに思っています。はい。で、じゃあそもそもですね、我々が何をやっているのかということなんですけど、まあ、これちょっとあの読みますとですね、ソーシャルベンチャーパートナーズ東京は社会的な課題の解決に取り組む革新的な事業に対して資金の提供とパートナーによる経営支援を行うことにより、共に社会課題の解決を目指します。で、我々が話すべきミッションはですね、投資共同先であるソーシャルベンチャーのミッション達成に貢献すると同時に、パートナー自身が投資共同先を支援し、地域や社会の関与を通じてイノベーションに貢献することをその使命とします。これつまりですね、我々、まあ、実は我々支援という言葉はあまり使ってなくて、あくまで共同という言葉を使ってるんですけど、これはですね、支援するされるっていう関係性を超えてですね、共に一緒にやっていくんだと、共に課題解決をしていくんだというような意味も込めて、まあ、支援ってこういう場では分かりやすく言うんですけど、実は我々僕も外で支援って言うと結構みんなから怒られるんですよね、支援じゃねえだろうみたいなっていう、まあ、共同という言葉に実はそこにですね、大事な意味を込めてるんですが、その、まあ、平田空港の支援先のですね、成長に、我々が貢献するということと同時に、我々自身がですね、自らやはりアクションを通じて何かまあ成長していったりとか、何かその地域にですね、貢献していこうよということを、その2つを使命にしています。我々これデュアルミッションというふうに言っていますが、この2つを我々目的にしています。で、仕組みの話になるんですが、
この SVP のパートナーと呼ばれるですね、いわゆるプロボノですね、プロボノがですね、実はその100人ぐらい、今います。100人今日いるんですけど、この100人がですね、毎年10万円をこの SVP 東京に支払ってですね、で、さらにお金を出してさらに、経営支援をしていくと。我々これ昼の仕事と夜の仕事とか言ったりするんですけど、そういったですね、まあ、普通だと考えづらいというか、お金を出してなんでさらにやるのみたいなこととかがあったりするんですけど、この SBP 東京はですね、個人、このパートナーの共感をベースにして、投資行動先に対してお金と知恵と実装を提供し、共に成果を目指すプラットフォームです。で、簡単に言うとですね、ここに我々のパートナーと呼んでいるメンバーがいてですね、で、毎年10万円を SBP 東京に、出してですね、で、ここに、まあ、なんで100人なので、1000万くらいですね。で、さらに法人のスポンサーがいるので、まあ、そうは言っても2000万もいかない金額が毎年なんですけど、そこからですね、毎年3団体から5団体の、我々の投資共同先を選んでですね、ここにその、このメンバーがチームで、支援をしていく。つまり、お金とですね、我々投資と共同、まあ、投資といってもほとんど寄付になるんですけど、お金とですね、あとの支援を両方していくというのが、我々の、モデルになっております。で、って言われても分かりにくいかと思ってですね、写真用意したんですけど、こんな感じなんですよ。こんな感じって言われても分かんないかもしれないんですけど、まあ、こういった本当に多様なメンバーが、これが SVP のパートナーです。で、これ1年に1回の我々のですね、支援先を決定する投資委員会というところの最後に、まあ、本当に朝から晩まで、議論してですね、もう終電だから帰ろうぜ、お疲れ様みたいな時の写真なんですけど、本当にこういった、まさにここにいらっしゃる皆さんのような多様なメンバーがですね、集まって、我々がどこにコミットしていくんだということをですね、決定するときに撮った写真です。で、さらに、これがですね、このお二人後から説明するんですけど、まだ創業して間もない、3ヶ月後ぐらいに来たですね、クロスフィールズっていう NPO なんですけど、この団体をですね、我々が、まあ、投資共同先として、まあ、選ばせていただくというか、選定した時の、この創業者のお二人と後ろがそのメンバーになっています。まあ、こういった形でですね、メンバーとこの投資共同先は一緒になって2年間一緒にですね、歩んでいくんだと。いう、そういった、まあ、仕組みになっています。まあ、写真の方が分かりやすいかなと思って、写真をですね、持ってまいりました。で、ここはもうちょっと時間も押してるんで、飛ばすんですが、我々この応募書類、ちょうど今、SVP の今年度の支援先のですね、応募を受け付けているんですけど、このプロセス自体もですね、ここに参加するメンバーが一緒にやっていく。つまり、選ばれたところを自分で選ぶ。選ばれて上から下ろされるんじゃなくて、自分たちがどこに共感して、どういった課題に対してアプローチしている事業が自分が一番共感するんだと、でどこに対して自分がコミットするんだということから自分たちが決めていくということを通じてですね、そのチームを組成していく。で、我々は当事者を生み出していくというふうに言うんですけど、そういうふうに考えています。で、ここも飛ばすんですが、このですね、一応その基準を決めていてですね、この5つの基準に基づいてやっているんですが、実はやっぱり一番大きなのが一人一人の共感性というところが大きくてですね、このパートナー自身が共感性、その支援したいと思って自分が2年間支援しますということをコミットするということが全てのスタートになっています。で、これが2年間の流れになっていますね。で、そうですね、この辺は、この辺、あれ、なんで消えたっけ、なんか消えた、よかった。ですね。で、我々の方でですね、その投資共同先を選ぶ、団体っていうのは本当に様々でして、様々なことをやっていて、様々なそのステージにある、創業したタイミングも様々ということで、本当にですね、いろんなことを、一緒にやっていくというところです。まあ、ここで書くとですね、この戦略から実行までということで、いろんなですね、これ整理されているんですけど、本当にイベント運営の手伝い、から始まって、今後の、まあ、方向性をどうやって描いていくか、
ということを一緒に決めたりとか、広報を一緒に作る、ウェブサイトを一緒に作ったりとか、しています。でそこに集まったメンバーが必ずしもみんなプロフェッショナルなわけではないというか、つまりみんなコンサルタントなわけじゃないんですけど、そこにですね、そのメンバーが集まってそのチームとしてやっていくことで非常に大きなものが提供できる。で自分自身ができることっていうのはやっぱりいろいろあってですね、そこを持ち寄って、一緒にですね、歩いていく、歩んでいくというのが SVP の特徴になっています。で、これたまに、僕外でお話しするときに言うんですけど、 SVP のモデルはですね、この支援先と参画者の共成長モデルというふうに言っています。つまり何々をしてあげる、何々をしてもらうというですね、一方的な関係性を超えてですね、例えば皆さんが SVP のパートナーだとしたらですね、まずこのコミュニティに SVP 東京というこのプラットフォームにですね、参画するんです。でここにですね、やはりその投資先ですとか、まあ、起業家がいると同時にですね、やはりその仲間がいるんですね。志を同じくするパートナー同士の出会いがあったりとか、この世田谷区の場合今地域性があるんですけど、地域性とか卒業性とかでこのテーマ性のですね、このコミュニティが崩壊したと言われるこの世の中の中でテーマ性でやっぱり集まって、それこそさまざまなメンバーがここに集まるということをしています。なんか聞かなくなっはい、お願いします。はい、で、さらにですね、お金を毎年10万円をですね、出すということも、非常に大きなコミットメントだというふうに思っているんですが、さらにですね、自分たちが一緒に伴走していくということは非常に大きな、ものだというふうに考えて、それがですね、投資先にも非常に伝わるというものです。なので、決してこの10万円というのはですね、小さなお金ではないんですが、で投資先に行くお金もまあ100万円を上限としているんですけど、このまあ決してその、まあ、大きすぎるわけ、大きいわけではないですけど、少ないわけでもない、このお金とですね、コミュニティ、コミットメントによってですね、社会に対して当事者を生み出すということです。世の中に足りないものっていろいろあるんですけど、やはり当事者が足りないんじゃないかというふうに我々は考えていて、で当事者性というのはいろんな当事者性があると思っています。でその中 で、 ですね、自分自身が何かにコミットしていくというのは非常に大きな当事者性だと思っていて、 SVP を通じですね、それは支援先の成長もそうなんですが、我々自身がですね、当事者になっていくということも、我々にとってその非常に大きなものになっています。でそれをですね、これが実は創業時の頃からある言葉を、第二創業の時にどうしようかと考えたんですけど、やっぱり残そうということで残したものになるので、ちょっと読みます。我々はパートナー個人が自らの動機や情熱に基づいて、自らの時間、資金を投資し、専門性を発揮することを通じて、投資共同先たるソーシャルベンチャーとの共同事業に取り組む場である。で我々は志ある個人のコミットメントを別の個人の勇気と優しさを引き出すポジティブな共感再生産の場である。自分を見つけ、友人を見つけ、生きる意味を見つける、肩書きを離れ、自立した自由な個人として歩き始めるための道場である。道場って何だよというふうに思うかもしれません。ただやっぱりですね、ここに我々のですね、やっぱりアイデンティティがあるというふうに思ってまして、なのでその投資先へのやっぱり成果というか、しっかりと、価値を提供していくと同時に、我々自身がですね、どうしていくんだということを常に問い続けるというのが SVP の特徴になっています。はい、で時間がですね、押しておりますので、ここは、ざざっといきたいんですが、今まで、まあ、27団体に、投資共同をしておりまして、現状ですね、8団体と一緒に、やっています。で一番初めですね、ご存知の方も いらっしゃるかと思うんですが、NPO 法人のフローレンさん、ここが実はサービスインをする前にですね、我々の支援先になって、今や非常に大きな団体にまで成長 しているということになります。で、世田谷区ですかね、マドレゴニーダさん、高い
まあ、今全国にですね、本当に広がっているんですけど、産後の女性のセルフケアというものをサービスして提供するマドルボー忍者さんで、実は我々株式会社、ここには実は我々株主になっているんですけど、株式会社もありまして、ケアプロ、株式会社ワンコイン研修、この前実はここが法律を、変えたんですね。厚労省のですね、規制を突破したという、そういったところと、我々バンドをしたり、あとは発達障害児の、早期発見療育事業に取り組んで、ここもですね、創業してまだ半年ぐらいの時に、我々投資協働したんですが、実はその後5倍ぐらい成長していてですね、成長痛みたいなところに今いるんですが、ここはまあ非常に大きかったです。で、先ほどちょっとちらっとお話したクロスフィールさんです。留職プログラムというものをやっていて、ここもできてまだ2ヶ月後ぐらいできて、なんかキラキラした兄ちゃんと姉ちゃんが来たわけな感じだったんですけど、そこから本当にですね、もう素晴らしい成長を遂げたというような団体に、なっています。で、もうこれを聞いてですね、周りの方と話していただいてもそれで終わっちゃうので、ここは聞かないんですが、皆さんのですね、ここに来てくださったのはやっぱり何か行動したいとか、先ほど小山さんおっしゃっていて、なんか面白そうだと思って来られたと思ってまして、まあ、今後ですね、どう自分が動いていくのかということをですね、ぜひ考える場になっていれば嬉しいなというふうに思っています。はい。で、皆さん藤原和弘さんってご存知ですかね。和田中学校という杉並区の中学、元リクルートの方で杉並区の和田中学校というところでですね、学校の改革をした方なんですが、その方のですね、お話聞きに行った時に、まあ、非常に、まあ、これ結構前なんですけど、非常になんか面白いお話を伝えていたのに、僕その時バーッとメモった言葉があるので、ちょっとですねここで共有いたしますと、彼リクルートなんですね。読みますね。俺はさ、1978年にリクルートって会社に入った。当時は誰も知らない企業で、よくヤクルトのパクリカーって言われたんだよ。で、東大での成績も優秀で A ばっかりだったから、日銀でも何でも入れたんだけど、人と違う選択肢を選びたくてわざわざリクルートって会社に入った。今の学生たちに言いたいことは、若くて体力もあって一番伸びるときに、今みんなに知られている企業に就職するなんてもったいないことをしてほしくないっていうことだね。今の俺だったら、今のリクルートに就職するなんて面白いなんて感じない。今は誰にも知られていない会社をお前が大きくするんだよ。小さいからこそお前一人の力が会社にとって大きな力になるんだよ。今有名になっている企業の部品になるなよ、っていうことを彼が言ってたんです。で、この時はもう僕全然就職していてですね、学生だったわけじゃないんですが、当時まだやっぱり SVP も小さかったりとか、誰も知らなかった、知らなかったわけじゃないんですけど、やっぱりそこに参画していてですね、自分自身が部品になるんじゃなくて何かを作っていくって非常に楽しいそうだなと思ったんです。で、今回のですね、このきらごしのプロジェクトもですね、まだゼロなんだけど、こっからやっぱり何かを、しかも皆さんが住んでいる世田谷っていうところで作っていくので、僕世田谷区民じゃ ないのが残念なぐらいすごい楽しそうだなというふうな思いがあってですね、ちょっとこれを思い出したんで持ってまいりました。でですね、薩摩の教えというものがありまして、私とかの幕末とか結構好きでですね、なんか歴史とか見るとちょっと萌えってなっちゃうんですけど、薩摩の教えというのがあってですね、これがちょっと読みますね。これもですね、5つあると。で、世の中には何もせず批判だけしているものが多いと。で、それよりも何もしなかったものの方がまだマシだと。で、自分が挑戦しなかったとしても、挑戦した人の手助けをする人間ってやっぱり素晴らしいよねと。で、もちろん、成功するに越したことはないけど、失敗したとしてもやっぱり挑戦していくということが、素晴らしいんだということをですね、薩摩藩が言っていたらしいんです。で、これなんか今でもなんか その通りだなみたいなふうに思ってですね、これも僕、大切にしていることなんですけど、やっぱり何かそれを伴走する、コミュニティを作るということであると、何がやっぱりですね、挑戦していて仲間と一緒に、世の中を、ジャンプさせるというか、非連続の変化に挑戦することって本当に、楽しいなというふうに思っています。で、先ほどもちらっと申し上げましたが、私が大切にしていることは当事者であることです。やはり世の中
に、当事者がもっと増えていくことでですね、誰もが可能性を信じ挑戦する社会になっていくということを、自分自身もやっていきたいなと。でここで自分の話しようと思ったので飛ばします。もうあと3分ということだったんで飛ばすんですが、私も原点があってですね、学生時代の頃にバックパッカーをやっていて、でまだこれも15年前、デジカメがなかったんで、これ実は6年ぐらい前の、さすがに学生の時でこんなおっさんになったらあれなんですけど、その頃の写真で、その時にバングラデシュでマイクロクレジットっていうですね、仕組みに出会ってノイルヘアショット、それが自分の原点になっています。でその後ですね、これは2つの線路の意味なんですけど、実は、企業の再編という仕事をやっていく中で、プロフェッショナルな分野でやっていたんですが、そこでですね、出会ったのが、ソーシャルベンチャーパートナーズ東京で、たまたま影山さんも、登壇されていた大きな、イベントがありまして、でそこで僕まさに一番前に座って、その話を聞いて非常に感銘を受けました。こういう世界があるんだと。自分自身が本業を辞めて挑戦するのはなかなか勇気が今は持てないけど、でもやはり自分自身がやりたいと思っていることで、自分のですね、何かしらのアクションが、つながっていくことができるのであれば、これを、自分自身がやればいいんじゃないかということでですね、SVP 東京に入ったのが、出会ったのが2007年です。でそこからですね、現在、この分野を今仕事にしている、わけなんですが、当時はまさか自分が SVP の代表をやっていると思ってませんでした。当然この分野仕事にしていると思ってませんでした。で、それはですね、やはり、想像していなかった未来だったなというふうに思っていてですね、こうやって皆さんとこのような形で出会えるのも本当に、幸せだなと思っています。ちょっと押していただいて、はい、で、はい、これもですね、後で考えるときの一つの参考にしていただければと思うんですが、どういったですね、行動を、仲間と一緒に起こしていくかっていうことをですね、なんか聞かれます。起こしていっていただければなと思っています。はい。はい、で、これが最後のスライドです。もう時間の終了ということで、これが最後のスライドなんですが、私がですね、ちょっと好きな言葉がありまして、これアフリカのですね、ことわざというか、アフリカのちょっとどこの国だったか忘れたんだけど、ことわざで、早く着きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行けという言葉があります。で、自分が一人で行って早く着けるかどうかはよくわからないんですけど、ただ、多少ですね、やっぱり時間がかかったり、面倒なことがあったりしてもですね、やはりその仲間と一緒に行く、みんなと一緒に行くことで、やはり遠くへ行けるんじゃないかという感覚は、自分自身も非常に、持っています。で、やはりですね、この仲間が集まることによってですね、一人では達成できないことができるようになって、到達できない場所へ行くことができるんじゃないかなというふうに思っています。なので先ほど水谷さんから20年後の、世田谷区という話があったと思うんですが、20年後、自分自身もですね、さっき問われてなかなか想像ができない世界ではあったんですけど、この世田谷のですね、新たな未来をですね、作っていくというこの場からですね、何かみんなで遠くへ行けるようなアクションが始まるんじゃないかなと思って、自分自身もワクワクしておりますし、何か今日の場がそのきっかけになればいいなというふうに、思っております。ご清聴どうもありがとうございました。はい、岡本さんどうもありがとうございました。それではですね、岡本さんの話、皆さんどうでした？面白かった。素敵なコメント。こうね、喋った側としてはね、その一言が本当に浮かれるんですよね。ですね、この桜ですか、岡本さんが仕込んだ人ですか。そんなことはなしょたんよね。あ、よかった、よかった、ね、桜がいたらちょっと面白いですけどね。はい、それではですね、この後なんですけれども、先ほどお話ししました通り、ちょっと何を感じたのかを隣の方と話していただくような時間を作っていただきたいと思います。小野さん、よかったら座ってください。はい、
ですね、もう何でも構わないです。何を感じたのか、どう思ったのかということを本当に感想で構わないので、隣の人前後で、まあ、2人で話すのが一番、ね、いいかなと思いますので、初めましての方が多いと思うので、こんにちは、初めましてから、始めましょうか。時間を計りたいと思います。1分半から2分ぐらい、2分しましょうか。2分時間を計りますので、ペアになっていただいて、今のプレゼンテーションから感じたことをつぶやき合ってください。じゃあ、スタートしてください。支援を超えた共同で一緒にやっていく、すごいいい言葉だな。自分たち若者中高生に対して、社会参画のお手伝い協力をしていく団体なんですけれども、
自分たち大学生、まあ、今社会人もいるんですけれども、そんな中で協力支援とかいう枠を超えた本当にその共同で何かをするっていう、なんだろう、憧れじゃないですけども、なんか本当に岡本さんその共同という言葉を大事にしてるんだなと思ったり、あともう一個は本当に志を同じとしているパートナーさんとの出会い、その人と人とのつながりの場を大事にしている団体だなって今すごい思って、でなんか自分も今千葉大学の中で若者を、まあ、自分もまだまだ大学生ガキですけれども、中高生といろんな活動を行っていて、もっともっと協力支援じゃなくて一緒に何かを作り上げていくっていうのを大事にしたいなとすごい思ったプレゼンでした。ありがとうございます。じゃあもう一方お聞きしましょう。じゃあ宮地、宮地と申します。今 お話を聞いて、実は昔プロボノの説明みたいなのを聞いた時がありまして、でその時に団塊の世代のおじさまがなぜ自分 そのプロフェッショナルな機能をボランティアでやるんだと、で絶対信じられない、会社でもっと働けばいいじゃないかっていう話を、でいやいやそうじゃなくて、そう自分の子もう少し社会貢献的な話とかやりたいんじゃないでしょうかっていう話をしてたんですが、こちらの仕組みだと自分が10万円出してやるっていうのに今自分がえってちょっと思っちゃったところがあって、うわ私もなんかちょっとそっち側に入ってたのかしらと思ったりして、ちょっと自分で今びっくりしたところです。で今大学生がやっぱりそういう何ですか、仲間とやっていくとかそういうことにすごく感動していて、そういうことをやっぱりやっていきたいっていう、やっぱ時代がすごくこう変わっていってるような感じがして、私は最後 の岡本さんの話の、一人早く行くなら一人で行けばいいかもしれないけど、遠くで行くんだったらみんなで行けっていうのがすごく今なんか響いていて、みんなで遠くに行きたいなと思いました。どうもありがとうございます。なんか本当にいいコメントを皆さんしてくださって、このまま全員にマイクを回して話を聞きたいような気持ちですけど、ね、岡本さんそうしてですよね、はい、本当にね、本当に、いや実はでもね聞いていくとね、いやよく分からなかったみたいな方もいるんじゃないかなと思いつつ、そうですね、というふうに思うので、はい、ちょっと先にね、はいはいはい、進めて岡本さんに SBP 東京に対する、はい、まあ、Q&A のセッションを少し取らせていただきたいなと思います。プレゼンテーションを聞いてここ疑問だなとか、ここどうなってんだろうって思われた方、質問したいという方はまず手を挙げていただけますか。お一人だけですか。お二人、じゃあじゃあ1、2、3の順番に回していきますね。じゃあマイクを、まあ、マイク今どこにあるかな、ある、じゃあ私回しますので、じゃあお名前と質問を簡潔にぜひお願いします。こんばんは、黒田と申します。ですね、もう本当に簡単なんですけど、ソーシャルビジネスというものはですね、どんな解説見てもよくわからないんですよ。いや、よくわからないというか、わかるんですけども、明確にこう区切れないんですよね。で、ちょっとその話を聞かせていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃ続けてお願いします。はい、滝川と言います。まず説明の中で、収支の仕組みが全然説明なかったので、その説明をまずやっていただきたい。投資したやつをがどうなってどこへ行って何が返ってくるのか、例えば10万円投資して10万円返ってくるっていうでなくてもいいです、はい、何が返ってくるんだろうっていうのは。で2点目がですね、岡本さん自身何食って生きてるんだろうな。SVP って何を収益源にしてるのかね、はい、3点目、
支援者ですね、メンターの人が息切れしないんだなって、はい、例えばやってても一つは、まあ、言ってみたら先ほどデュアルなんとか、はい、本業を持ちながらボランティアやってるっていう状況の中でかなりそのヘビーだと思うんですよね。でそこで息切れをした時どうするんだろうなっていうのはすごく不思議に思います。大島と申します。共同、団体さんと、共同また助成したその後に、まあ期間があると思うんですけれども、その後のアフターケアというか、まあ、その後にその団体さんとまた交流続けるのか、または他の終わ、支援が終わった団体さんとその他の団体さんの交流とか、そういう、後のことを少しお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。皆さん見てください、このゲストが自らホワイトボードに文字を書いている姿を。すいません、岡本さん、本当にすいません、ナビゲーターとしてちょっと恥ずかしいぐらいです。じゃあ岡本さんにちょっと、はい、Q&A のお答えをしていただきましょう。成美さんも手挙げられてしまった。ごめんなさい、はい、はい、ありがとうございます。なかなかですね、厳しいご質問をいただいてですね、まあ、厳しいというのは非常に本質的という意味で、自分自身も、日々考えていることをご質問いただいたなと思います。で、黒田さんのご質問に答えていると、ちょっと、時間がかかりそうなので、最後にさせていただいてですね、滝川さんと大島さんからご質問があった SVB のことについて、まずお答えしていきたいと思います。まず SVP のですね、収支ということで、まず SVP 本体と、そこからその、まあ、支援先というか投資先に行ったお金のその後ということで、ちょっと2つに分けてお話ししたいんですが、SVP のですね、収支自体はですね、大体その、まあ、財政規模というか、規模自体は本当にそんなに大きくなくてですね、さっきちらっと言いましたけど、今で言うと、まあ、2000万円もいかないぐらいです。いわゆるそのパートナーからの10万円かける100人は非常に分かりやすいというところプラスですね、この活動にまあ賛同してくれたりとか、この活動を通じてちょっと自分たちの企業にもこういう仕組みを持っていきたいというような企業さんがいらっしゃるというところのスポンサーシップも含めて、まあ年間、まあ約2000万円もいかないぐらいというのが、規模になります。で100万円を上限にして、いわゆる支援先に対してお金を出すということで、それがですね、大体毎年その半分ぐらいですね、その年間の事業規模の半分を支援先に渡して、でその半分残りの半分がですね、いわゆる運営費、実際今 SVP2 人のスタッフがいて、私ともう1人、昨年末にですね、IBM から、転職してきてくれた、まあ、非常に心強い仲間がいるんですけど、その2人のスタッフと、あと、もろもろのですね、運営費が、その中にあります。なので、岡本が何を食って生きているんだということでいくとですね、私は今、まあ、他の仕事もまあやってはいる中なんですけど、やっぱり SVP のまあ仕事は一つの中心でやっている中で、SVP 東京からいわゆるまあ役員賞与というのをもらっています。というのが、まず SVP の仕組みについてですね。でリターンの部分でいくとですね、基本的にその我々が投資共同先に出すお金は、さっきちらっと言いましたけど、投資と言いながらですね、寄付がほとんどなんです。NPO 法人に対してですね、寄付を出しています。でそれを我々がその投資というふうに呼んでいるのは、実はこれ創業期からなんですけど、やはりその何が戻ってくるのかというところに近いんですが、その投資共同先が、まあ、ミッションを持っていて、何かの社会の課題を解決していくというところが社会に対するリターンだよね。その社会への、還元自体をですね、我々のリターンとして考えようよという意味で、そこの成果に対して我々はコミットするという意味で、ずっとですね、寄付を出していくことが投資と
ということを呼んでいます。でここは実はですね、あの東京都の NPO 認証を取るとき結構突っ込まれてですね難しかったんですけどあのそこはまあご理解いただきました。ただですね、あの一つ株式会社に対して、我々第三者割れて投資ということで、あの実際株式投資をしています。でそこはですね、あのバランスシートに、投資あのいわゆる株式の申し分が載ってまして、それが将来、基本的にそんな短期で売却するつもりはない、その会社も上場する予定はないんですけど、それがもし株式をあのどこかの株主に売却したりとかした場合には、あのお金のリターンが入ってくるという意味で、その部分に関してはいわゆる世の中一般的な投資と同じ考え方に、なってやっております。で、続いて伴走者の息切れ、これ非常にいいポイントで、竹谷さんさすがだなという、まあ、さっきからなんかあの目をキラッとして見られていらっしゃるのを私も感じていたんですが、これでも本当にいいポイントでして、我々ですね、この投資家の先を選定する際にですね、必ず5人以上のメンバーが集まらないと我々投資先を決定しないんです。でこれはまさにですね、竹谷さんがおっしゃったポイントで、やはりですね、2年間ですね伴走し続けるの結構大変なんです。でじゃあですね、我々途中でやりますっていうことが言えるかっていうと、やっぱりこれは言えなくて、なぜならその投資共同先であるその現場の、我々皆さんというのは人生かけてそれをやってる方だからです。それに対して我々もやはりですね、そのコミットしていくという意味も込めて、我々はそこにですね、伴走として辞めることは基本的にはないんです。ただ、5人以上のチームがいたらですね、やはりあの子供が生まれたとか、転勤になってアメリカに行っちゃうとか、福岡に行くとかいう方はやっぱり中にはいてですね、それでもチームから離れないとは言ってもですね、やはりなかなか物理的な時間が取れなかったりということは中には起こります。でそこはですね、まあ、難しいケースも本当にあるんですけど、基本的に、そういうことがあってもですね、そのチームがまあ崩壊しないようにといいますか、そこも含めての、チームでやっていく、みんなでやっていくというようなことで、担保していっています。なので、伴走者の息切れがないように、我々も昔はすごい課題だったんです。で今はですね、そこの、ミーティングを定期的にやったりとか、内部で、相談し合うみたいなこともやってはいるんですが、息切れする人はいます。で、これは今回のきら星の、このプロジェクトでもあると思います。で、そこをですね、どうみんなでサポートしていくのか、っていうことを設計するのは非常にみんなで支え合っていくという意味も込めて非常に大きなポイントかなというふうに思います。はい、で大島さんからご質問がありました、共同の終了後というところなんですけど、ここもですね、実は昨年の、10月時点で2年間が終わったのが、さっきのプロスピールスと発達ワンパック会という団体だったんですけど、実はその後もですね続いておりまして、SVP としての正式な共同期間は終わりましたが、ぜひちょっと一緒に引き続きやってほしいという声があってですね、そのチームとのミーティング自体は続いていっているというような状況になっています。でここは以前からも影山さんからもですね、ここは課題だよねということで、僕も本当に今の課題意識を感じるんですけど、本当はですね、もっと横のつながりを作ったりとか、我々自身が生態系をどんどん作っていくっていう必要があってですね、今はそこがなかなか組織的に、ちゃんとできているとは言えない状況で、ただ代表同士がつながったりとか、一応その年に1回ぐらいはですね、それこそ我々の中での投資共同先自体が集まる場っていうのを作っていて、そこで、その代表者同士がですね、プレゼンし合ったり、代表者、そこのチーム自体が、プレゼンし合うことで、その横のつながりが少しずつ今はできているということで、それが発展していくとですね、2年間が終わった後も、生態系の一員だよねというようなコミュニティができると思うんですが、そこは今まさに課題の部分で、ご質問ありがとうございました。はい。で、最後、ソーシャルビジネスとはなんですが、これ難しいですよね。いわゆるその経産省の、定義もあったり、いろんなその内閣府の定義とかもあったりしているんですが、あれですね、黒田さんもおっしゃりたいことって、普通の企業もソーシャルビジネスに近いんじゃないのか、そういうお話、明確に、スパッとこう、うん、ソーシャルビジネスをやってるねっていうのが言えないんですよね、うん、まあ、明らかにみたいなものもあるんですけども、
そうなんか、まあ、明確に区分けできるものではないとは思ってるんですけども、でもなんかこちょっと、あ、そういうことかっていうのがもらえるとありがたいな、なかなかいろんなものを読んでいてもいまいちピンとこないっていう。わかりますか。ここはね、このテーマだけでご飯3杯ぐらいおかわりできるような感じではあるんですが、ちょっと水谷さんのこの辺、ご意見の水谷さんとこの辺実はご専門になってるんですけど、ちょっと私はですね、その民間のシンクタンクで働いていまして、こういう民間経営組織とかソーシャルビジネスの基盤整備に関わる調査研究というのをやってるんですが、そういう中でよくされる質問です。で、スッキリしないっていうのはその通りだと思います。で、多分どこまで行ってもスッキリしないと思います。狭い範囲で考えるのか、すごく広い範囲で考えるのか、その範囲によってもどこまでっていう線引き考え方のバリエーションがすごくある世界ですし、どこかで切れるというよりはやっぱりグラデーションの世界かなというふうに思うんですよね。海外の例を見ていても、例えばそれをはっきり線引きしたいってなると、ソーシャルビジネス用の法人格を作って、ソーシャルビジネスをやってる人たちはこの法人格を使うと、非常に有利だよっていうような仕切りをしてみたり、あるいは、認証制度、ソーシャルビジネス認証みたいなものをやってみたり、そういう考え方、用いてる国もあります。日本はどうかっていうと、一番流通してるのは経済産業省のソーシャルビジネスの定義だと思います。で、法人格があるかっていうとありません。で、ソーシャルビジネス認証があるかっていうとないです。で、そこについては、これからどうなっていくのかっていうのはすごい議論があるので、ちょっとこの場で細かく話すことでもないんですけれども、現状としてはそんな感じですかね。はい、はい、代わりにお答えいただきましていいのかな、質疑は終わったのかな。はい、ありがとうございます。すいません、多分もっといろいろ聞きたい、と思うんですけども、交流会で岡本さんを捕まえていただいて、また質問をいただければいいかなというふうに思います。じゃあ、セッションの2に入っていきたいというふうに思います。セッションの2のテーマは、なぜ世田谷で今この取り組みが必要なのかという、このテーマでちょっと深めていきたいなというふうに思います。はい、どうしましょうかね。ここからいいですか。はい、いや、実はですね、これ僕からご提案させていただいた、セッションのテーマになるんです。というのは、先ほど土木さんからもお話ありましたし、私は水谷さんからも、お話があったこのファンドの今後ということも、そうですし、で、スライブのファンドの皆様からもですね、お話をご相談いただいた時に、いろんな話を伺ったんですが、ただ世田谷区って結構みんなの憧れの、区であったりとか、実際にお話を伺ってですね、そのパンフレットもらった時に、なんかすんげえいい取り組みいっぱいあるなみたいなことをですね、実際に感じたんです。ただ、そういった中でもですね、こういった取り組みに対して賛同というか興味を持ってくださる方がこれだけ今日ここに集まっていらっしゃるということと同時に、そもそも水谷さんなんでこれやってるんですかみたいなのがちょっと実は聞いてみたくて、水谷さんはもう本当に有名なシンクタンクで、私がですね、それこそ最初に SVP 東京と出会った、2007年のですね、セッションで影山さんも登壇されてたんですけど、実は水谷さんも登壇されていたという、なんか僕にとってはなんか大先輩以上の存在みたいな方ではあるんですが、そういった方がですね、 いわゆる何て言いますか、その、SVP と一緒といえば一緒の手弁当で、これのですね、組織を作ったり、ここまでですね持ってこられていることへのですね、やっぱコミットメントってすごいなというふうに、実際に思っているんです。で、何度もミーティングで打ち合わせで足を運んでいただいたりとかっていうことのですね、原動力って言ったらあれなんですけど、ちょっと僕から水谷さんに伺ってみたいなみたいなので、ちょっと提案させていただいたのがこのセッション。はい、ちょっと漫談型でこのまま配置に座っていきたいと思うんですけれども、世田谷に住んでらっしゃる方どれぐらいいらっしゃいます？あ、
ありがとうございます。嬉しいな。世田谷に、くっついてる場所に住んでいる人、川崎市とかもくっついてる。あ、ほとんどです ね, ね、すごい、がいよいよこうこの場所を借りれてよかったですね。東急電鉄さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。素晴らしい場所、本当にあのいい場所です。4回やりますから、皆さん残り3回も来てくださいね。私自身なんですが、もともとは世田谷区の出身では全然なくて、私は愛知県名古屋市の出身なんです。東京ですよね。そうなんです。お坊さん何気に愛知県の出身なんで、はい、なんですよね。で、ね、もうなんとなく同世代で。いや、もうなんとなく同世代で、なんかもう、すごい近い、気持ちが近いで、そうそう、なんか高校の名前とか緊張だから、恥ずかしいみたいな。ちょっとローカルトークはここでは近いなと思って。世田谷なんでね。はい、なんですけども、私は結婚 の,、まあのタイミングで世田谷区に転居しているんですね。愛知県から、まあ、山梨に大学時代行って、山梨で大学生の時地域づくりの活動をずっとしていて、そうなんですよ、まあ、本当にね、過疎農産村の地域再生みたいなことをやっていて、で2月の14日15日皆さん何してました？何してました？雪が降ってましたよね。私は子供と家に閉じ込められたんですけども、その後あの私の、まあ、第二のふるさとの山梨県で、あの大雪の、そう、災害ボランティアセンターの立ち上げに4日間行ってボランティアしたりとかっていうのもあったんですけども、まあ、あの自分のこうボランティアの経験っていうのはすごく、まあ、長いものが実はあって、でもあの今社会人として働いているんですけれども、でもなんて言うんでしょうね、社会人として働いている経験と同じぐらいやっぱりそのなんて言うんですかね、ボランティアだったりプロモノの活動の中で得ている経験っていうのはすごく豊かなものがあって、それが自分の人生を豊かにしているっていう実感がすごくあるんです。で、世田谷に引っ越してきたのは本当に偶然なんですね。なんですけれども、まあね、世田谷町づくりバンドっていうものの存在も知っていて、でかつ、町づくりバンドの運営にならないかと誘っていただいて、その中で、まあ、あのこれから先まだ、ね、ずっと世田谷に住むかどうかわからないところは、まあ、もちろんあるんだけれども、でもやっぱり自分の暮らしている町にこう関わるきっかけがもらえたっていうのはものすごく自分にとってあの嬉しいことだったんですよね。でちょうどそのタイミングで、あの2012年の8月にですね、子供を出産しましてですね、ありがとうございます。もう1歳8ヶ月になりましたけど、いい、今も泣いてるんじゃないかと思いますけど、はい、あの子供がママ、そうなんですよ、ママどこ行ったんだろう、泣いてるんじゃないかと思いますけども、あのやっぱり育児休職を取ったものですから、地域で過ごす時間がちょっと長くなったんですね。で、まちづくりファンドの活動もあったし、その自分のライフステージの変化もあったし、でその中でやっぱりこう自分としても何か新しいこと、新しいことをしたいというか意味のあること、自分のやってきた経験やそれからあの持ってるネットワークを生かせることを世田谷でやりたいという気持ちがすごく強くなりまして、でその中で、まあ、まちづくりファンドの議論に参加していく中で、やっぱりこうなんて言うでしょうね、いろんな街づくりの活動があるんだけれども、でもあのさっきもプレゼンテーションしましたけれども、キラッと光る団体があることがやっぱり街づくりにとってとても目線が上がる大事な観点だなっていうふうに思ったものですから、それもあって、こういう、ね、あのキラゴーシー応援コミュニティっていうのを、はい、作ったと、そんな感じですね。そういうね、じゃお誘われたのはそこでたまたまで、そうなんです、すごく偶然なんですよね。でもこういうのって偶然でしか多分なくって、多分皆さんここに来てるのも誰かがねきっと誘ったりしてると思うんですけれども、でもまあ偶然ですよね。でもそれってやっぱり意味のある偶然だと私は思っていますし、その偶然の中からこう自分が何ができるのかなってことを考える、そのSVP さんの言葉で言えば当事者になるっていうところがとても大切だと思っています。
私はたまたま民間のシンクタンクで働いていて、たまたまそういう大学時代からの経験で NPO だったりソーシャルビジネスだったりを日本にどう根付かせていくのかっていうことを調査研究しているんですけれども、でその中で仕事と、まあ、社会活動のこうハイブリッドみたいな形でそのハンズオンで、ね、団体を応援するっていう経験もいろいろしまして、このハンズオンで団体を応援することの大変さと、それから面白さで、面白さの中身は2つあって、団体が成長していくということを自分が実感するというそういう側面と、それからそのいろんなトライを通じて自分が成長していくということの面白さで、その2つがあるんですよね。なのでそのことって私一人でやってても、ね、なんかもったいないような気がして、その経験をみんなでしながら応援できるこう温かいコミュニティを作っていくっていうのが、なんかこうね、今の世田谷にとって意味があることなんじゃないかなって思うんですよね。なるほどですね。いや、その偶然というのはその非常によく分かるのはですね、私もその SVP のですね、その水谷さんと影山さんのいらっしゃるセッションに参加したのはですね、ちょうど知り合いからなんかお前が好きそうなイベントあるよってメールを転送してもらったんですよなるほどなるほど。そしたらその人が仕事で行けなくなって僕一人で行ったんですよね。で席がなくて一番前に座ったんですよ。なそういうのもなんかね、何だったんだろうな、偶然 でそこでも本当に僕も感動してですね、そこからまあ2ヶ月後ぐらい まあ、応募が始まった時に、まあ参加してですね、まあ、本当に いろんな、まあ、出会いがあったというか、まあ、それは楽しかったんですけど、それは結構辛かったことも含めて楽しかったというか、結構やっぱ大変だったんですよね。でもやっぱね、そういうことも含めてね、何か新しい、なんていうかな、また世界が見えてきた部分から本当に学んだことがですね、非常に多かったので、なんか本当にそういうもんですよねって、あれですよね、本当ですよね本当にそういうもんだと思います。あとね、こう大事にしたい、もし本当にこれ福祉部門をできるんだったらば、大事にしたいことが一つあって、あったかいコミュニティを作りたいっていうのがあるんですよ。私は SVP のパートナーではないんですけれども、 SVP さんも関連するイベントっていろいろ出させていただいていて、まあ、そういうね、登壇っていうこともあったんですけれども、 SVP さんを見てて一番こういいなって思うところは、こう共感の場というかね、その団体をこう上から目線でこう自分の経験に基づいてビシバシ指導をするみたいな、そういう空気では全然なくって、団体の成長と社会の変化っていうことを見据えながら、どうしたら自分がこうそこに貢献できるかとか、自分の成長と貢献をこうハイブリッドにしていけるのかっていうこととか、何よりもチャレンジャーをこう温かく応援する、そういう空気がすごくあってですね、なのでもしこの世田谷で本当にこういうことができるんだったらば、そういう温かいコミュニティを作っていきたいし、それがまあ何て言うかな、まちづくりの団体にとっても、まあ、それからそこに関わる応援コミュニティの側にとっても意味のあることなんじゃないかな、なんていうふうに思います。なるほど、本当にそうやって言っていただけると非常に嬉しいなというところはあるんですけど、実は私今昨年1年間ですね、内閣府 の委員でですね、まあ、メンバーに入っていて、でその時にですね、内閣府から非常に SVP のことを興味持ってもらったんです。でそれは2つの観点から興味持ってもらっていてですね、1つはまあ先ほどの滝川さんのご質問にちょっと近いかもしれないんですけど、年間その8団体をね、そのこれだけ成長させているのに、予算規模それだけなのみたいな。で僕なんかそれまでですね、なんか予算規模ちっちゃいのってなんかちょっとどうかなと思ってたことがあったんです。もともとね、ずっとなんかビジネスやってきたし、でもなんかそれってなんか逆に最近誇れるというか、なんかそれがなんで実現しているかっていうとですね、そこのいるコミュニティのメンバーの力なんです。つまりそのお金をもらってその対価の分しかやらないよみたいな人は誰もいなくて、やはりその人がその自発性に基づいたですね、その主体的な中での共感ですとか、そういうところでやっぱり共に成長していくみたいなところから生まれる力がですね、すごくあって、まあ、そのためにはコミュニケーションとかいろいろなんか人は感情で動くものなので非常に面倒くさかったりもするんですね、ぶっちゃけ。でもそこにやっぱり結構本質があるというかみたいな、そういったそのなんか部分がですね、
いわゆるその内閣府のような ああいった行政からも興味を持ってもらったっていうのはすごく嬉しくてですね、やはりなんか、新しい社会の在り方っていうと言い過ぎかもしれないんですが、やはりそのこれからの日本を考えた時にもね、どんどん財政赤字が、もう増えていって、もう見て見ぬふりはできないようなところにこれから行くであろうということも想像できますし、やはりそのアメリカとかを見ていても、その資本主義ってどこまで行くんだろうみたいなところが見えていく中でですね、やはりなんか少しずつ社会全体が新しい在り方を模索し始めているような気がしていてですね、 SBB のモデル自体が必ずしも成功だとか、これが完全だということは全く思ってないんですが、まあ、そこの一つの社会の実験じゃないんですけど、在り方をですね、ここをその場を通じてやっているというような感覚があってですね、そういったことがこの世田谷という地でも伴走型支援というね、ことで起こっていくというのは非常に先進的だし面白いんじゃないかなと思ってですね、その話非常に共感するような、はい、ありがとうございます。じゃあ今8時40分なので、ちょっと次のセッションに移っていきたいと思います。はい、はい、セッションの3はですね、自分がどう世田谷のまちづくりおよび支援部門に関わりたいかということです。で、第1回目のギャザリングなので、いきなり関わると決めたわけでもないんだと思うんですよ、皆さんね。それはすごく時期尚早な質問だなと思っているんですけども、もしそうだとすれば何をもっと知ると関わるポイントが見えてきそうかなということを皆さんご自身で考えていただきたいなというふうに思います。で、これは一度ですね、また時間を計りますので、シーンとした中になると思いますけれども、1分間ご自身の中で、自問自答をちょっとしていただきたいなというふうに思います。改めて時間を計ります。皆さん心の準備はいいですか。はい、そうですね、自分との対話で、自分と対話していただいた後でもう一度周りの方との共有という時間も取りたいと思いますので、じゃあ、1分、はい、スタートです。ありがとうございます。ではですね、また時間を、計りたいと思います。今度2分取りたいと思いますので、1、2、2分取りたいと思いますので、さっきバズセッションをしていただいた相手の方でいいかなと思いますので、今自分が考えたことをその方に伝えてください。じゃあスタート。終わりですよ。プロの。
遊んでる様子を見ているだけで嬉しいです。さあそれじゃあ、どんな話が出たのかぜひあのフロアで共有したいと思います。できるだけたくさんの方にお話をあのしていただきたいと思うので、あのとっても申し訳ないんですけれども30秒で鳴らすようにあの鳴るようにセットしながらやりますので、30秒ぐらいでちょっとまとめて話していただけるとありがたいです。共有したいっていう人を募りたいと思います。前向きな場なのでぜひ前向きにご協力ください。私共有してもいいわしたいわっていう人を手挙げてください。あら、なんと奥ゆかしい世田谷区民、1、2、5人ぐらい行きたいんだけどどうでしょう。1、2、このお二人、3、いかがですか他に。あ、でも泣き輪の絵した方が多い、もうちょっと寂しいな。どうですか皆さん、こっち側なんかちょっと静かだな、どうですか。なんかちょっと聞き気味大丈夫どうですか、やります、やりたい人募集中ですよ。はい、私。あ、なんかすごい奥ゆかしいブロックみたい。この辺の方はどうですか。私したいって言った。もう一回、もう一回ちょっと10秒考えてください。心分かりましたか。いいですか。私共有してもいい。はい。あ、嬉しい、ありがとうございます。1、2、3。あ、しー、や、嬉しい。あともう一人。あ、ありがとうございます。じゃあ勇気ある方に拍手を。じゃあ順番に回していきましょう。伊藤邦康と言います。よろしくお願いします。と先ほどお話を福永さんとしたんですけれども、やっぱり楽しい仲間がいる、熱い仲間がいるっていうことが分かったら関わりたいなって、まあ、多分本人の何に興味あるか全然分かんないし、どう関わるかも分かんなかったので、自分が関わりたいなと思ったら、まずどこかなって、いろんな仲間がいるところがいいな、それが分かる方がいいなって思いました。はい、ありがとうございます。すごい。じゃあ次行きましょう。はい、どうぞ。再びすいません、黒田です。私はもうズバリ観光をやりたくてですね、ちょっとこういうもので参加しようというふうに思っていました。で、まあ、観光、世田谷実は観光協会とかがないんですけども、その下 の、 あの何を知るとっていうのは利害関係者というとちょっと言い過ぎなんですけど、あのどういう方がどういうふうに動いているのかっていうのは全然見えてないので、このあたりが分かると具体的に何がということができるのかなというふうに思っています。はい、30秒。はい、じゃあ次行きましょう。はい、いかがです。すみません。僕はね、小さな経済を回したいというふうに思います。で、その中で企業がどう関わるかっていうことを、実験したみたいというふうに思っています。15秒残してありがとうございます。じゃあ次、拍手。はい、じゃあ次行きましょう。お待ちしてください。失敗なんて、失敗なんておっしゃらず、どうぞ。やっぱりいい仲間がいらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるみたいなので、私はすごく今厳しい世界で心を奮闘するところがあるので、そういう仲間を持っていらっしゃる方のお話が伺えたら力になるかな、自分の力になるかなと思っています。一個だけ質問していいですか。厳しい世界ってどういうんですか。例えば、なんか一生懸命やってるんですけど、例えばやれって言われてやったことが間違っていると、何やってんだっていうふうに、先ほどそういう人がいないっておっしゃったじゃないですか。ところがそういう人がいっぱいいる中で、なるほど。そう探されて、私ここではすごく高齢なんですけど、その団体はもっと高齢者がいっぱいいて、偉いおじさまがいっぱいいらっしゃって、お口はすごいんですが、動いてくださらずに、で私がちょっと動いてやってるんですが、
一番トップの方はよく分かってらして認めてくださってるんですけど、どうもその方が今回退陣されちゃうみたいな、私はもうそれに伴ってやめようかなって考えてるところで、本当にあの寂しい思いをしていて、あとの理事一応10人いるんですけど、私なんだかさ理事になされちゃったんですけど、あの訳も分からずにしたあげくに残りの8人からすごくいじめられています。それで今そうじゃないっていう方がいらっしゃったので、そういう仲間の中で、あのそういうお話を聞けると力が出てくると思います。はい、ありがとうございます。もう一個前にどこ行ったかな。じゃあ最後に、あ、ごめんなさい、もう一方いたんです。ごめんなさい、あの発言されてください。先にそうそう、ごめんなさい、私の仕切りミスです。立花さんのお話が先です。失礼しました。はい、じゃあ、30秒計りますね。失礼しました。はい、お願いします。まだ、何を関わりたいか見えてないんですけれども、あのどんなことが期待されているのかなっていうのがもう少し、見えると多分関わりポイントが見えてくるかなと思っています。あと興味のあるところは、その伴走者がどうやってミッションでがっちり固まった NPO に入っていくんだろうっていう、そこがものすごい興味です。なるほど、ありがとうございます。メンターとしての役割が見えてくると、あのそれで関われるかどうかっていうのは判断がつくよねっていうことですね。それもそうですね。入り方ですよね。そこもあの いろんな意味で工夫が必要なところだということを私も実践の中ですごく感じます。はい、じゃあ深めていきましょう、その点。じゃあ、最後お願いします。斉藤と申します。実は私文京区から来てまして、あの世田谷区民じゃないんですけど、世田谷区すごいなと思って。まだ何も始まってないですよ。もうこれだけですごいと思います。はい、私は文京区なんですけど、まちづくりに関わり方として、自分が今2歳8ヶ月の子供がいるので、その地域社会で子供をどう育てられるかっていうのに、もし自分だったら関わりたいなと思いました。で、何を知ると関わるポイントが見えてきそうかなんですけど、ごめんなさい、お話は高橋さんがおっしゃってくださったんですけど、やっぱりどんなバックグラウンドを持っている方が集まっていて興味を持っているのかっていうのをもっと共有できると、より大きなことができるかなと思いました。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。バックグラウンドを知っているのが深いですね。確かにそうかもしれないですね。はい、じゃあ、今の皆さんのご発言を、聞いてですね、私も話したいことがあるんだけど私は控えて岡本さんに。いやいや、いいの、もうね、時間がね、そもそもね、もうちょっと、私気になってナビゲーターだから9時に終了しなきゃというプレッシャーともにあるんですが、はい、岡本さんに少しあのご発言をいただきたいなと思います。準備できますか。ちょっとここパソコン画面がこうのとり繋いでおきましょうか。あ、はい、分かりました。あの関わり方が見えると、あのやれることが、ね、考えられるというのは確かにそうだと思っていて、団体応援をしてもらいたいと思われる団体側も、どんな人が自分たちに団体に関わってくれるのかってことも分からないと、でちょっと応募しにくいんだと思うんですよね。でそういう意味では、あの顔がちゃんとこう見える関係性を作っていくっていうことが何より大事だなっていうふうに思ってます。でそういう意味では、こういうギャザリングのような対面の場っていうのも必要だと思いますし、あと世田谷区とても広いし、とてもたくさんの人がいるので、前半でも話したんですけれども、プロセスの共有っていうことをしていくっていうことを積極的にしていきたいなっていうふうに思います。あとは団体に対してどう入っていくのかっていうところなんですけれども、そこはですね、やっぱり自分の浅い経験なんですけれども、自分の経験から思うところというのは、やっぱり最初なんですよね。シーンをスタートするときにどういう関係を構築できるのかっていうところがすごく大切なんじゃないかなと思っていて、それが最後まで信頼関係っていうところに響いてくるっていうところもあると思いますし、あとは何をどこまでやるのかっていうゴールを、一緒に考えるっていうことがすごく大切だなっていうふうに思っているんですね。で往々にしてあるのは、団体側が
これが課題だって思っていても、実際こう話を聞いていくと、そこじゃないんじゃないっていうことって結構あるんですよ。そうじゃなくて、もっとその手前でこういうことやらなきゃいけないんじゃないのっていうことってよくあって、でそのこうズレがあると何をやってもこ う, うまくいかないので、やっぱり最後どこまで、例えばまあ期間が決められてるとすれば、その期間内にどこまでいけるか、どこまで一緒にできるのかっていうことをこう相手とコミュニケーションしながらちゃんと決めていく、独善的にこちらが決めるのでもなく、団体側が言われたことをこうそのままやるわけでもなく、一緒にこうコミュニケーションしながら決めていくっていうのが大切かなっていうふうに思いますっていうところで、どう、はい、いいですか。じゃあ岡本さんからのコメント、私の、はい、集まりはこれぐらいでして、はい、いいかな。音ありますよ、音。この映像見たことあるかな。あー、結構やっぱいらっしゃいますね、さすが。今刺さってますね。はい、時間がない中でですね、この最後にこの映像を見ていただいたのは、先ほどやっぱり楽しい仲間と出会いたいっていうふうに皆さんが言っていらっしゃいまして、本当にそれはそうだなと。で その時に今の、映像を見ていただいて分かるんですけど、やはり本当に大きな動きに していこうと思った時にフォロワーが大事だっていう、やはりそのリーダーシップって非常に多様な捉え方があると思うんですけど、最初に裸踊りした人、まあ、もちろん大事なんだけど、そこに2人目で裸踊りで入った人とか3人目で入った人とかで、何人かがですね、その裸踊りで し始めたら、みんななんか逆に入らないと恥ずかしいみたいな感じになってムーブメントが起こるみたいな、
あれってなんか本当に非常に示唆に飛んでるなというふうに思っています。なので、確かにこの質問で今日いきなり聞かれても困るよっていうことだとは思うんです。その中でですね、なんかやっぱりこの面白いなと思った時に、自分自身がやっぱりなんか関わってみようかなっていうのは、先ほど の, そのフォロワーのような存在に非常に大きな力になるんだと思いますし、で自分自身がそこに実は入ることって、実は自分自身が楽しい仲間になるみたいなことになっていくと思っています。なので非常にですね、僕は世田谷区民でもなければ、世田谷区に隣接した区に住んでるわけでもないんですけど、非常になんか羨ましいなというふうな思いがあると同時に、まあ、何かしか今後もですね、もし何かお力になれることがあれば、お力になりたいなと思いますし、まあ、離れていてもですね、今後もずっと、皆さんのですね、この活動を見ていきたいなというふうに思っております。で実は SBP 東京自身も今年10年目です。なのであと10年間をどう刻んでいくのかという挑戦を今まさにしていてですね、そこについてまた自身が今問われたような場でした。皆さん本当に今日は、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、今日は世田谷のまちづくりファンドの新部門ということで場を持たせていただいているんですけれども、ギャザリングはこの後も何回もやろうと思っています。残り3回は予定が確定しています。その場に、皆さんがご参画いただければとても嬉しいです。でも今日した学びは世田谷まちづくりファンドのためだけの学びではないと思っているので、もし世田谷まちづくりファンド その応援コミュニティに参画するっていうことに ならなかったとしてもですね、そういうプロボノだったり志を持った社会に向かっている人たちを応援する側にはぜひ皆さんに回っていただきたいなというふうに思います。私は今会社員でもあるんですけれども、自分の会社でもですね、ソーシャルビジネスの支援のプログラムっていうのは、支援機関との研究員がそこに関わるっていう新しいプログラムを始めています。でそういうふうにいろんな人がですね、当事者になって支援者として、あるいは伴走者として、ソーシャルビジネスや、社会を変えるトライをしている人たちにこう寄り添っていくっていう、そういうことを、もっともっとそういう機会を増やしていければいいなというふうに思っています。で、今はですね、東工大の学生さんたち、彼らはですね、ボランティアで来てくれています。そうね、紹介しなかった皆さん、ボランティア参加してくださる皆さん、東工大の学生さんたちに拍手をありがとうございます。で、今配っていただいたのは3種類の資料があります。一つはですね、次回以降の予定が掲載されていますギャザリングのチラシです。表裏あります。2回以降、第2回以降来てくださる方はぜひお願い、します、参加お持ちしています。で、それから、ギャザリングのアンケートが入っています。これもぜひ書いて、受付に置いていってください。そしてこの後の時間なんですけれども、ちょっと押していて恐縮なんですが、少しだけ時間を交流会に入る前に時間を取りたいと思います。皆さんのお手元にプロッキーが回っています。回ってますか？プロッキーが回っていますので、ぜひ読みやすいようにプロッキーで書いていただければ嬉しいんですが、新部門に期待すること、メッセージをぜひここにご記入ください。でお名前も差し支えなければ、書いてください。でこのシートは SNS やウェブサイトに今後掲載する可能性がありますので、お名前の記入に抵抗がある方はイニシャルでも構わないです。ですので、ぜひ、一言のコメントを書いていただければ、嬉しいです。で交流会はですね、交流会中に回収をいたします。交流会までそのままお持ちください。交流会の中でですね、その東工大の協力してくださっている学生の皆さんが、写真を撮りに回ります。で、嫌っていう方はその場で嫌っていただければ撮らないんですけれども、もしご協力いただけるのであれば、こういうふうに皆さん持っていただいて写真撮影にご協力ください。顔出すの嫌っていう人はこういうふうでも
構わないですので、ぜひご協力いただければと思います。撮影が終わりましたら学生の皆さんにシートをこう手渡していただければなと思います。で、交流会中にですね、動画の、インタビューも行います。1人1分ぐらいでぜひと思っているんですけれども、これもあの、佐田山スクールファンドの運営委員とそれから学生の皆さんが回りますので、1分ぐらいのコメントをですね、ぜひ寄せていただけると、私たち運営委員もですね、この後の、残る3回のギャザリング、そして新部門の設立に向けてですね、ぜひ元気の出るコメントをいただきたいと思っておりますので、ご協力をいただければ嬉しいです。はい、じゃあ、皆さんコメントシートにご記入をお願いいたします。今日ちょっと午前中というか昼か面白い会社と打ち合わせしていてですね、まあ、自分たちのことを面白法人というふうに言っている会社があるんですけど、そこの会社がですね、面白法人という名前に込めた思いということで書いていたのが、面白い人よりも面白がる人というふうに書いてたんですね。で、それは僕はすごい、それが面白いなと思って、面白いかどうかなんてよく分かんないんですけど、何か面白がる人ってなんか周りから見てて面白いというか、なんか楽しんでる人っていいよねみたいな、なんかそれこそなんか一つの当事者性の表れのような気もしていてですね、なんかちょっとそんなあのことを思ったので、なんか楽しそうにいる仲間がいる周りには楽しそうな人が集まるみたいなあのことがきっと起こっていくのかなとか思って、ちょっと今日その標語を見たのを思い出したんで最後にあの話をさせていただきました。すいません、皆さんかかるはい、じゃあ皆さんよろしいでしょうかね。記入が終わりましたでしょうかね。はい、じゃあ、コメントシートを回収しながら皆さんの顔写真を撮影するということと、あのお帰りになる前にぜひご協力くださいと、あの保育会に参加しませんという方は受付でも撮影して特段のアクセルで貼ってますのであのぜひご協力をお願いいたします。インタビュー動画の撮影のご協力もよろしくお願いします。あとですね、 Facebook をやってます。あの第1回ギャザリングというイベントページの他にすで、に、Facebook で の、 あのアドレスがですね、あのございますので、そこにですね、ぜひ皆さんいいねをしていただきたいなというふうに思います。検索をしていただければ出るかなと思います。で、次回のギャザリングなんですけれども、次回5月の16日の金曜日に予定をしています。ギャザリングの開催日は毎月第3金曜日夜で固定しています。場所も同じ場所です。で、来月は、愛知での挑戦からということで、愛知で民設民営のコミュニティ財団をやっている、私の同志ですけれども、コミュニティユースバンクもも愛知コミュニティ財団の、木村君に来てもらう予定になっています。彼の話も面白いです。ぜひぜひ来ていただければと思います。第3回は木村同級生です。そうなんだ、そうなんだ、感じました。第3回6月の20日に予定しています。これはあの横浜での実践を、応援コミュニティ SVP はあの全国区ですけれども、愛知は、県単位でやっておりますが、もう少し近い地域で、地域でどうやっていくのかということを、田中太江さん、エティック横浜ブランチのマネージャーにお話をいただきたいと思っています。で、最後第4回は私の写真がありますが、私ありがとうございます。でもありがとうございます。でも私だけがやるということではなくて、これワークショップをしたいと思っているので、第1回から第3回までの蓄積を踏まえて、世田谷らしい応援コミュニティのあり方について皆さんと時間を作り取ってお話をしたいと思いますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。引き続きのご参加をお待ちしていますので、どうぞ皆さん。7月までよろしくお願いします。第2回のギャザリングのページ、申し込みのページももうできています。市川さんが作ってくださってますので、ぜひですね、皆さん参加の意思表明をお早めにお願いいたします。ちなみにですね、本日のギャザリング参加者
なんと66人でございます。最初岡本さんのところに行くとき30人って言ってたんですね。で岡本さんのところに行く前に東工大で10人って言ってたんですね。でも皆さんここに来てくださる方たちが応援コミュニティのメンバーになってくださる方だと思いますし、さらにその後からメンターが出てきてくれたらこんなに嬉しいことはないので、ぜひ皆さんこの後もよろしくお願いいたします。もう一つ、世田谷まちづくりファンド、4月の30日締め切りでしたね、女性ね、今受付をしておりますので詳しくはウェブサイトへどうぞ、チラシもあります。はい、ということで、皆さん、大変お疲れ様でした。この後この場所で交流会やりますので、皆さんもしお手が空いていれば、椅子の片付けにちょっとだけお力を貸していただけると嬉しいです。じゃあ、皆さん動く前に動く前に、ゲストに来ていただきました岡本さんに皆さん盛大な拍手をよろしくお願いします。それでは皆さんセッティングにご協力をお願いいたします。皆さんお耳を拝借してもいいでしょうか。皆さんコメントシートを持ってますか。持ってます。そしたらみんなで一回記念撮影をしたいと思いますので、こちらを前に、こちらに皆さん集まっていただけますか。わわわっとみんな集まってください。はい、みんな集まってください。こちらにどうぞ、こちらにどうぞ、ください。スクリーンの横にみんな集まってください。スクリーン横に、ごめんごめん、スクリーン横にどうぞ集まってください。コメントシート持ってます。コメントシートもっとくっついてください。もっとくっついてください。なんかすごい仲悪そうですよ。東工大のみんなも入ったの。入って入って、入ろう入ろう。岡本さんどこ行った。あ、いた。岡本さんど真ん中に、私との横に並んでください。あ、すごいね、そんなね、そんなね、ありがとうございます。もう3列、3列しよう。はい、ずずずっと、ずずずっと入ってきて、入ってください、入ってください。座ろう、座ろう、前の人座りましょう。岡本さんど真ん中、はい。ここ、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 空いてるよ、ほら、私の横や。佐藤さん、佐藤さんどうしてそこにいるのかしら。佐藤さんの感じもらったらぜひ来てください。これこんなに広がってて入ります。中野さん、私は入らない、私は入ります。あ、じゃなくてカメラのファインダーにも収まるかって入ります。よかった。みんなみんなちょっと気持ちいい半歩、私よりこっちにいる人は半歩右へ、私よりこっちにいる人は半歩左へどうぞ。コメントシート持ってます。コメントシート持ってるかちゃんと前に出してね。はい、こんなに少なかった引け。あ、そっか、東工大生がいるからね。そうね、君たちも今次回は書いてもらおう。出してくださいね、出してね。はい、じゃあ行きます。あ、じゃあ、どのカメラから行く。じゃあ一番前の彼から、カーディガンの彼から行きましょう。はい、はい、行きます。もう何枚か、はい、撮ります。はい、何がいいんだろう。面白いことが止まりだ。みんなどうする、どうします、どうします。じゃあ後ろ後ろの人手上に上げちゃう。わーいみたいな。ではですね、今から水谷さんが、はい、世田谷と言いますので、皆さん腰を入れてですね、その後に最高と言って前に手を出す。なるほど、そっかそっか。じゃあ行きましょう、行くよ、みんな行くよ、せーの、世田谷最高。大丈夫大丈夫。じゃあ、まちづくりファンド最高でもう一回いきましょうか。まちづくり最高、いくよ、まちづくりファンド最高。オッケー、はい、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ皆さん引き続き交流を。すいません。あ、この乾杯ね、そうだ、乾杯しよう。じゃあ次は乾杯です。じゃあみんな
な譲り合って、注ぎ合って、飲み物を、注いでください。注ぐもの、注がれるものも持ってですね。ありがとうございます。後ろに冷蔵庫があります。冷蔵庫から出してくださる参加者の方が今2名、もう2人ぐらい手伝ってくれると嬉しいな。後ろに冷蔵庫がありますので、ぜひ皆さん取りに行ってください。皆さんも自発的な意思に支えられているということです。ぜひコップを持って注ぎ注がれ、ジュースを持ちながらご協力お願いします。準教師しばらく教師になりやがってな。じゃああと30秒だったら乾杯したいと思いますので、皆さんコップを持ってジュースを注いで乾杯の準備をお願いします。皆さん準備はいいですか？いいですか？じゃあ、私ではなく同じ運営員の福永さんから乾杯してもらいます。はい、福永さんお願いします。はい、まちづくりファンド運営員やってます福永と言います。このギャザリングが始まるんですけども、実は私この話をスタートからずっと、議論している中で、正直何をどういうふうに進むのか、何がどう動いていくのか実は分からないでやってました。で、今日の話を聞いていて、あ、そっか、だんだんこういう感じのものが作っていかれるんだなっていうのがほんのちょっと分かった気がして、これからどん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 こう積み上がって、きっとすごいバンドになっていくんだろうなと思います。じゃあとりあえずそういうことで、乾杯。乾杯。ありがとうございます。そろそろ時間になったので、今日この場を、閉じたいと思います。最後に岡本さん言い残したことぜひあったら私たちにエールください。皆さんお疲れ様でした。私もお疲れ様です。いや、こんな時間まで皆さん残っていただいて本当に暑いですね。そうですね、ちょっと今あまり何も考えてなかったところで水谷さんに言っていただいたんで、何を話そうかなと思ってるんですけど、まあ、エールということではないんですが、まあ、本当に今日思ったのは、いや非常に非常にですね、楽しかったです。本当にそれはやっぱりここにいらっしゃる皆さんが作り出すなんかこの空気がね、なんかすごい良くて、まあ、すごい本当に僕は、まあ楽しく時間を過ごさせていただいたのは本当にありがたかったなと
まず一つなので本当にありがとうございました。もう一つは、まあ、あの共に頑張りましょうっていうふうにぜひお伝えしたくてですね、まあ、あの僕はまあなんかあの先ほどもお伝えしたんですけど、名古屋にあの実家があって、今は残念ながら世田谷区には住んではいないんですけど、でもなんか同じようなまあ志というかね、同じような思いで活動しているあの人が近くにいるって、なんかすごい勇気が湧くんですよね。なんで、まあ、先ほど SVP にも興味ありますみたいなあのことを言ってくださる方もいて、それは非常に嬉しかったんですけど、まあ、そこでカニバルとまたね、あの水谷さんに怒られそうなんで、というのは冗談で、やっぱり本当に世の中にこういった仕組みというかね、が必要、どんどん必要とされてきてるんだということだと思うので、ぜひなんか、まあ、近くに我々も、いろいろ試行錯誤してもがきながら頑張ってますんで、ぜひですね、また僕もちらっと参加させてもらったりしながら皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思いますので、一緒に、頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。じゃあもう一つ、カタリスト版の、あ、ぜひ見ていただいてたので、ぜひコメントをお願いします。素晴らしい場、あの雰囲気作りに一役買ってたとすれば、まあ良かったなと思います。ありがとうございます。2月の1日から1週間、まあ、ともとその世田谷トラストまちづくりさんの町仕事講座っていうのを新しい取り組みとして、あの、まあ、これもそれもやっぱり4回しでしたっけ、3回しです。でその時はね、1週間ぶっ続けで、その働き方に関するテーマを朝から晩までずっといろんなことをやるっていうのをやってみたんですけど、まあ、だからそこぐらいまでやるとちゃんとこうやって次の展開につながってるんで、あのすごいそれは自分としてやってよかったなって思ってるんですよ。でこれがさらにまたこれ自体この形で3回やって、で本当に世の中的に事業としてはどうするみたいっていうフェーズで、そこからさらにやってる。だからそういうところまでつながっていくっていうのを、まあ、場もやっぱり必要であれば場を作る企業として、あのそういうところでちゃんと貢献できるというか、まあ、貢献っていう言い方だとなんかそのボランティアになっちゃうんですけど、でもやっぱり企業としてやってるんですけど、でも絶対その後帰ってくるものがあるっていう意図もちゃんと持ちながらやってるんで、あの企業と何かやるみたいなことも本当いろいろと一緒に考えられる場が、まあ、作られれば良いかな思ってます、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。高井千葉さん、ご紹介の提供のお礼を含めもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。もう一回全部有料にすると実は結構いい、そうですよね。この授業皆さんの参加費だけで回していますのでね、あのそういう意味では本当にありがたいご経験、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、時間になりましたので、そろそろ今日はこの場をおしまいにしたいと思います。皆さん第2回のギャザリングでまたお会いしましょう。ありがとうございました。最後に水谷さんに大きな拍手をお願いします。市川さんにも拍手を。市川さんにも。初めてファンの皆さんに。ありがとうございました。どうでしたか、やってみて。いや本当に最後に、うんうん、あの振っていただいた時に言った通りだったんですけど、まあすごい楽しかったですね、うん、なんかね最初やっぱり僕の、 あの話をしてる時っていうのは、うん、あの実際どうなのかなっていう、ちょっともしかしたらピンときてないところあるかもしれないなとか思った部分もあったんですけど、まあ、その後のねバズセッションとか、うん、なんかその質疑応答とかね、うん、なんかそういうところでどんどん温まってます、うんうん、いただいた質問も全部本質的でしたし、うん、すごいなんかいい場だったかな、うん、なんか最初はね、あの言葉がデザリングっていう言葉とか、うんうんね、物っていう言葉とか、そうそうそう、それってなんだろうっていうところから始まったと思うんですけど、うんね、でもだんだんこう理解が深まっていって、うん、場が温まっていって、うん、みんながこう前向きになっていくオーラを私は感じました。確かにそうかもしれないですね、うん、なんかねあの終わった後も
何人かの方からいやなんか元気になりましたみたいな。あ、本当に。そうそう、いやー嬉しいな。そういうところでね、一番嬉しいですよね。なんかね、決して簡単なことだとは思ってなくて、そのメンターを探して団体に伴走をするっていうそのチャレンジは簡単なことではないと思ってるんですよね。で、本当にメンターがどう現れてくれるのかどうですか、まだまだ不安だし、もう岡本さんは今日の場を見ていて、こう新しいものが生まれてきそうな気配を感じられました、もう率直に言うと感じられましたね、ただもちろん何でもそうですけど簡単ではなく、なのでその次回とか、今日来てくださった方が何人来てくれるかとか、そういう部分とかで、で本当に4回設計されてるのは本当に素晴らしいなと思ってて、その4回が終わった時に何かやっぱり大きな一歩が生まれる、なんかそんなイメージはなんか持てました、ね、そうですか、嬉しい、でもね4回も、シリーズで4回っていうふうにしてるから、4回がその完結版みたいな ね感じがするかもしれないんですけど、多分それはなんか終わりの始まりというか、まあそうですよね、始まりが終わるというかなんていうか、まず最初の第1フェーズっていうよりは第0フェーズみたいな、すごくあって、でまずこう知ってもらって関わってもらう人たちを作って、その上で実際に疑問を動かしてみて軌道修正していくみたいな、そんな感じなのかなって思いますよ ね。でもスポイピーさんもずっとネットワークミーティングをやられていて、面白いです。私もヒアリングにお邪魔した時に知ってたんだけど、ネットワークミーティングの存在を知ってたし、自分も行ったことはあったんだけど、でもあの時に改めてやっぱりそういうふうに場を重ねることの意味というか、場を開くことの意味というか、そうなんですよね、そういうのをすごい感じますね。やっぱり新しい人がね入ってくるきっかけを作らないと絶対会えないですからね。そうなんですよね。でも SMP さんさんとそういうところ上手ですね。いえいえ、まさにおっしゃった通りで、そこをやっぱりその継続していくっていうところが、一つすごく大事なところで、やっぱりなんかね、そのテンション下がっちゃう時とかもやっぱり人って当然あるのをね、なんかそこが難しいところでもあり、なんか仕事でやってるわけじゃないからこその力が湧いてくるところと裏腹みたいなところだと思っていて、なんか今日なんかね、みんながすごく本当に最後の方のなんか盛り上がりとか見てると、なんか関わろっかなみたいなこととか、自分自身もなんかそこに入ってみたいなと思う方が結構いたんじゃないかなっていう、だからそういう空気感実際にちょっと聞いてないんですけど、でもそれがやっぱりすごく大事だと思いますし、なんかそれは嬉しいなと思いました。なんかこうね、最後に岡本さんが場所は違うんだけど、でも志は同じで、これから、ね、一緒にやっていける、そういう、なんていうかな、同志というかね、っておっしゃってくださったので、すごく心強かった。いや、本当ですか。あれ、本当に僕、何も用意してなかったんでね、あそこで水谷さんにね、また無茶振りいただいて、いつも無茶振りです、すみません。そうないとない。だから本当に結構素直に出てきた言葉で、なんかやっぱりね、そのいろんなところでコミュニティがあって、でも一個一個が別にうちにこもるんじゃなくてね、なんか周りを見ながらとか、やっぱ連携できるとこはしながらとか、やっていくことがやっぱり健全だと思うので、そうですね、自分たちだけが全てじゃないわけですし、すごいなんか本当に楽しみですね。ぜひこれから先もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。